1> 第1章オブジェクト志向の概要。この章では、オブジェクト志向って何、オブジェクト志向プログラミングの流れ、オブジェクト同士の関係性について解説します1。1の1オブジェクト志向って何について解説します。 オブジェクト思向とは、オブジェクト、物を中心に捉えたプログラミング開発手法になります。もう少し簡単に言うと、物と物とが会話をしながらプログラムを構築していく手法になります。またさらに簡単に言いますと、物をリモコンで操作するような状態でプログラムを構築していく手法になります。 それでは物にはどういうふうなものが設定できるのでしょうか例えば人間には名前年齢のような名詞的要素がありますまた人間には歩く食べるのような動詞的要素がありますこのように物には名詞的要素と動詞的要素を設定することができます難しい表現で言うと名詞的要素のことを属性 動詞的要素のことを操作というふうに言います1-2オブジェクト指向プログラミングの流れについて解説しますオブジェクト指向のプログラミングは分析・設計・実装の順番でシステムを構築します分析の段階ではどのようなものを作るかまたそのものの中にどのような名詞的要素 どのような動詞的要素を持たせるか、などを考慮します。分析が終わった後には、分析に基づいて設計図を書きます。いろいろな設計図がありますが、主にはクラス図、シーケンス図などを作成します。設計が終わった後は、設計に基づいてコーディングを行います。次に、クラス図について解説します。 クラス図は作成するもののクラス名、属性、操作を定義いたします。Python で一つのものというものはクラスという形で定義します。クラス図はご覧のように3つの棚で表現いたします。一番上にはクラス名、ものの名前を設定します。真ん中の棚には属性、名詞的要素を記述します。 一番下の棚には、操作・動詞的要素を設定します。シーケンス図は、物同士のやり取りを時間軸に沿って表現いたします。プログラムの流れなどは、シーケンス図で定義いたします。一の三オブジェクト同士の関係性について解説します。冒頭で、Python のオブジェクト指向のプログラムは、 物と物とが会話をしながらプログラムを構築していくというふうに言いました。なので物同士が会話を行うには何らかの関係性があります。一つは集約という関係性です。集約は持っているという関係性になります。またはずれ関係というような言い方をすることもあります。ご覧のように人間は目を持っている。 人間は鼻を持っている。人間は口を持っている。という関係性がこの関係になります。持っている側にひし形のマークがつきます。はずあ関係と呼ばれるのは人間はずあ目、人間はずあ鼻、人間はずあ口というような関係性が表現できるからです。次に継承という関係性です。こちらは親と子 の関係性になります伊豆は関係というふうな言い方もしますご覧のように山田さん、佐藤さん、鈴木さんは人間という親を継承しているというような表現の図になります親の方に三角マークが設定されます山田さんは人間だ佐藤さんは人間だ鈴木さんは人間だ山田さん伊豆は人間 佐藤さん、伊ずは人間、鈴木さん、伊ずは人間というような関係性が構築できるのが継承になります。3つ目は依存という関係性です。こちらは一時的な関係性です。講師と受講生のような関係性です。講義中は講師と受講生の関係性が構築できますが、講義が終わった後は関係が一切なくなる、こういったものを依存というふうに言います。 それではここでオブジェクト指向言語について解説をさせていただきます。Python はオブジェクト指向言語ですが、その性質は Java や C++ と大きく異なります。Java や C++ はクラスベースオブジェクト指向言語で、Python はプロトタイプベースオブジェクト指向言語になります。クラスベース オブジェクト指向言語とは、すべてのオブジェクトにはクラスというひな型が必ず存在し、そのひな型を実体化することでオブジェクトは生成されるという考え方のオブジェクト指向言語になります。Java とか C++ がこのタイプの言語になります。プロトタイプベースオブジェクト指向言語とは、オブジェクトをプロトタイプ試作品 そして、独自の特徴を付加することで存在するという考え方のオブジェクト指向言語になります。python とか javascript がこのタイプの言語になります。以上で第一、第1章オブジェクト指向の概要を終了します。